应该就五万。いかにも知ってるよ。で、アドリアスだと言うと強いんで、アドリアスだから必ずこう、モルビティスとアドリアスと同じものやるんで結構わかるんですよ。で、まあ大体こう、こういうふうにやってるとすごくいいです。それから石は絶対に隠しないことで、でこうである程度もう成長が高い、速いやつを植えてしまうとこれが膨れてしまうので大体低いので抑えてしまう。で全部これ全部組まれてるんだよ。大体この茶なんですよ。茶で真ん中がこうこの右のことをつながるように見えますので、こっちのクレープがもし伸びますから、全体にこうもうちょっとこういい食い地が出ますから、でその最終的な水草の成長度合いを見ながら植えていく。本当はこれ有形植えればいいんだけど、有形植えるとちょっと時間かかるんで、でやっぱりマティクスの方が移植しやすいんですよ。で意外とこういろいろなやつが出てくるから、こういう水槽にはちょっと野生的に見えていいんですよ。あんまり同じ回縮のものをこうまとめて植えていくとバラバラってしてくれるから、はい、大体こんな感じです。